皆さん、こんばんは、コージー t v 今夜は、ジョイは出たけれども、再検証 NBOX のルトバツ、やっぱり買っちゃう理由、9つと NG6 つをお送りします。小沢浩二と、渡辺洋一郎です。でですね、洋一郎さん。はい。大事件ではないです。ただし NBOX の結果をですね <laughs>、えええー、最近ちょっともう一回見ましてですね、10月の販売が出まして、はい。確か振り返ると、 あの5月にえ2年ぶりぐらいにスペーシアに抜かれてそうです、ね、ほぼ同時に去年のまあ9月10月ぐらいに発売されてですね、うん、もう抜かれてしまったっていうのがあってあのあと確かね6月もチェックしたならば確かにまあまあ1か月転嫁ではあったわけです,ねそで,す、ね、でその後の行く末を見ていたらばまず最新の方から言うとじゃじゃんやっぱり NBOX 強い、うん。 だけれども、うん、結構ですね、うん、やっぱりスペーシアとの差が明らかに縮まっておってですね、うん、特にこれに関して言うと10月で言うともう150%っていうのがスペーシアで,で、ね、NBOX 前年割れにまた戻ってしまってさらにこの前も見てもですね789も基本的には NBOX の勝ちではあるんですけど、うん、明らかにスペーシアさんとの 差が縮まっていて、うん、NBOX ね大体いいね前年比割れでずっとこの2か月、うん、2> でこれに関してスペーシアはもう130%となるんですよ、うん、で特に余一さんこれどう,どう分析しますか150150、ね、150ってのはこれだから、ね、あのもともとスペーシアはかなり当たってですね、うん、それで対戦年比が伸びてたんですけれども、ね、さらにあのスペーシアギア そうですね。が、フルモデルチェンジして、で,ね、で、それがさらに押し上げたっていうことなんじゃないですかね。そうですね。そう考えるとどうなんでしょう ?NBOX はジョイが。そうですね。ジョイが加わって。これ加わって、あの、フルじゃないかもしれない。フルじゃないですね。だから、10月だと、 まだ納車がそんなに進んでない可能性があるから、まだそこまでは言い切れないけれども、ね、どもただし、販売店とかにですね、うん、納期とかを訪ねたときに、うん、あの売れ行きをどうですかっていうのをいくつか訪、うん、ねてみたりすると、そうすると、いや、それほどでもないですよっていう、上位はちょっと長いんですよね、うん、もうねあの、受注がかなり多くてとかっていうんでは。うん ええー、なかったですね。数週間前に聞いた時にはなかったですね。ね、うん、ただ今現在どうなっているか、ちょっとわからないですね。まあ、ただまあ、まあ、勝っていることは事実であるので、うん、やっぱり n ムボックスの魅力というのが。うん、ええー、やっぱり、あの、認められてるって言うのは、ありますのでですね。うん、それは改めて再検証。この段階でしてみたいんですけれども、うんはい、ジョイは出たけれども。昔、大学は出たけれども、というのが、うん。<laughs> ありましたっていうか、僕らより前の世代でしたけどね、あれ。はね。ねありましたね。<laughs> あれ不況の時だったと思いますけども。で、じゃじゃん、丸1。はい。まず、これは、広さですけど、いはい。えっ、ー、と、これはもう、あの、NBOX の、えー、丸の一番いいところですね。まあ、最大の、まあ、まあそうですね。えー、乗用車で、乗用車とか、軽乗車ではもう今最長ですね。最長ですね。あの、前のアイミーブとかがなくなりましたんで、これが最長で、うん、それで、あの、エンジン自体が、 N シリーズに搭載することを前提にして開発されているので、まあ、これはあの出たときから原行型のエンジンもそうなんですけれども、補給類も含めて縦長にデザインされています。圧倒的に広いとそう。そういう意味でもうあの詰めてですね、ボンネットとエンジンを詰め,詰めにして、それで後ろ側をやってますと、でホイールベースも長いということで、えー、もうこれは。 あの非常にわかりやすい。やっぱり広いですもんね。広い実際拳を入れてみたりすると前に私座って後ろに座ると四つぐらい入って。やっぱり他と比べて微妙に。そうですね。あのタントなんかもかなり広いんですけれども、やはりそのかなり空間効率を突き詰めて作ってるので、うん、あのかなり長いあのご、うん、室内長は長いですよね。やっぱりこれのボックスのアドバンテージの、うん、まあ最右翼っていう感じではあります、うん、でじゃじゃん二つ目。 これまはそれに連動して鉱石の足元空間とかそれからあとは鉱石を格納した時の荷室容量背もたれをこう倒すとそうすると自動的に座面も下がってですねそれでダイブダウンして広い荷室になって自転車なんかも積めるんですけれどもこれも広いということとそれとあとセンタータンクレイアウトといエンジンのフロントシートの下に。 燃料タンクがあるので、うん、床が低くなってですね、それで、あの、鉱石の座面を持ち上げて、その写真みたいに、あの、そこに、あの、荷物を積むこともできるし、はい、それからあと、えー、路面からですね、リアゲートの開口下端部の一番下までの寸法が47センチ、470ミ、mm、リ。なので、他の車種だと580とかなんで、あの、大雑把に行って10センチぐらい、あの、荷室の床が低い、 ここですね。ですその,あの開口型の部分今ちょっと映ってないけどそれの、ね、要はゆ路面からのさ、ね、高さがあの低いので,で、ね、あの重い荷物とか自転車なんか積む時も前輪を大きく持ち上げる必要がないとかあの当然荷質庫もたっぷり確保できるとかいうことになってますね。はい、でじゃあじゃん、2つ目、ま、3つ目。はい これはシートですね,シートですねでこれはまあ前席もあの改善されてるんですけれども特に先代型がです、ね、あの後席がちょっとあの突っ張るような、うん、ちょっと今一つ体の座面にこう体がふ,ふわっと入るようなところがなくて突っ張ったような座り心地だったんですけれどもそこは,やはりあの当然本ンの開発の方でも分かっていてで重点的に改善したのでかなり あの座り心地が良くなったと、はい、いうことがあります。はい、で、4つ目で4つ目視界そうですね。視界がいいですね。これはまあ、インあのインパネなんですけど、これ写真見てもわかるように、うあのインパネの上端部分ね。そう,そうそう、はい、そのあのワイドに映ってそうそう。そ,のそこんところですよね。ねあのフラットになってて前方が見やすいと。それからあとはあの右上に写真載っけてますけどね。 ピラーの形状を工夫したりして、うん、ここ細いですね、まあ、前の方がねそうそうそう。細くして見やすかったりとか、うんまあ、細く見えるようにしたりとかですね、上院、ねね、からの,の角度と、それからピラーの形状を工夫して、えー、それで視界がすっきり進んでるとです、ね。確か中型より7センチか6センチ下げた下げて,、ね、てましたよね。前はちょっと割りと高めだったんだよね。で、エンンジエンジン。エンジン で、これがですね、あのー、まあ、ノーマルエンジンの方なんですけれども、うん、あの、スーパーハイトワゴンでは、実用回転機の駆動力が高いと。で、65ニュートンメートル、えっと、キログラムにすると6.6キロだったかな。うん、腕で、はかなりね、あの、あります。で、うん、他社だと、あの、60ニュートンだったりとか、っていうものが多いので、うん、そういう意味からすると、扱いやすい。ロングストロークの。 ロングストロークになったというのはその縦長のレイアウトともあの関係がありましていろんな意味で、えー、N シリーズ用に作り込んだエンジンと、うん、いうことが言えます。はい、で、走り。で、走り。で、このあたりも細かな話なんですけども、ねね、そう細かい話なんですけど、あの新旧乗り比べるとですね、新型の方はやっぱりステアリング操作に対してあの正確に車が動いてですね、 例えば、あの、ゆっくりと時速40キロぐらいでレーンチェンジをやったりなんかしたときに、あの、船体型の方だと、割とね、ちょっとね、あの、レーンチェンジを終わったところで、ふわっとこう、揺り返しみたいな、若干修正操作が必要だったりしたんですけれども、うん、そういうところをかなりこう、細かく、いわゆるブラッシュアップっていうんですかね、洗練させてきたのが原行型ということになります。うん でそれに付随する部分でもあるんですけど、走行安定性、氷の設置性は前から軽自動車の中では優れた部類だったんですが、その要素をさらに磨いて、ですね例えばあの高速道路を走っててで、トンネルから抜けて、 横風にあおられましたっていうようなにあに、あのこれだけ背の高いボディだと、そうすると結構不利なんですが、全高がもう1790から 4WD だと1800ちょっと超えてるのかな、うん、っていうようなことなので、かなり、あの、車幅も考えると不利なんですが、その割には、えー、安定しているということが言えます。はいはい で硬さみたいなそうですね。で、あの乗り心地はですね、まあそういった速攻安定性も考えたので、あの時速40キロぐらいそ、あるいはそれ以下で、街中を走ったりするとですね、ちょっとあのコツ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 するところもあったりするんですけれども、でも全般的にその角が丸いっていうんですかね、あのゴツゴツしたような突き上げ感とか、 いうのは抑えてそれであのシートの座面も先ほど鉱石良くなったって言いましたけれどもあのフロントシートも含めて割とクッション圧があるので、うん、クッションの厚みがあるのであの乗り心地にシートもいい影響を与えていると。 いうこととが言えるまだから基本性能はね今回しかも上げてきましたねそう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 もともともよかったんですけどそれを上げてきたってことですよノイズなんかもそうでこれがねちょっと僕はちょっと疑問もあったんですけどお願いします丸9そう丸9で上位はですねチェック柄っていうのがまあこれは人それぞれ好みあると思うんですけど43おしゃれと割といいんじゃないかな今までなかったしで割とチェック柄って真下まで見ると結構 今でも多かったりするですよね。うんうん、あの90年頃は結構マフラーバーバリーのマフラーが結構流行ったりなんかしたんですけども、今でもあの高校のあのスカートのあの生地とかにね使われたりなんかしてます。そうなんですよね。とただねこれが ちょっと嫌だっていう人もいるんですよ。ここが、だからね、今回は難しいところで、おしゃれっていう人もいれば、ちょっとしまもぶらっぽくて嫌だっていう人もいて、そうなんですよ。そこはね、それね、あのね、日室の話もするんだけど。あ、とですると思います。いや、ま、あとはツに入りますよ。あの、そう、まずか×でで、じゃじゃん、で、じゃじゃん×ですけど、×。これはまあ、前々から言われている。特に、これね、旧型のカスタム。 これは新型なんですけど、うん、旧型の方が分かりやすい、きらつき感とかありました,よね,たね。だからあの、インパネの形状なんかもそうなんですけれども、あの使いやすくなじみやすくっていうことで、今の本当は全般的にそうじゃないですか、ステップアゴンもそうですし、それからあのフィットなんかもそうなんですけれどもあの、いわゆるオラオラ系と呼ばれるようなところを抑えているんですが、うん ただ、おさ,さんの言うような、なんていうの、あの、あっさりした豚骨ラーメンは誰も求めてないっていう。うん、特にカスタムに関してはね。ねやっぱりギラつきを求めているんだから、準示はがいいと思うんですよ。 メリハリつけるのはねカスタムに関してはちょっとお客さんの好みからは素味の豚骨なんて求めて豚骨醤油なんてコテコテがそうそうそうあれ食べたくてねクリアでもんね特に知ってますよね大阪で流行ってるあのあるえっと名前出てこない天下一品ああ天下一品あれはどろどろ食べに行くじゃないですか天下一品のサラサラスープなんていらないっすよ野方フォークとかねそう いいらないんですよやっぱりドロドロした油ビシッと1センチぐらい浮いててもいいんでまあ1センチやりすぎですけど、まあ、数ミリぐらい浮いててほしいというのがそうそうそう出てきたら塩ラーメンみたいなとこつらうですうさっぱりしたその油気のない塩ラーメンをカスタムの人は好まないんではないかなっていうのは僕はやっぱりそれはそのとりだと思います、はい、っていうのもありました、はい で、これです。そう。インパネ。で、確かにあの、上端の部分が7センチ ?6、7センチあの、こう下げてですね。それ確かに。コスト低減を感じますかいい,いいんですけど、はい、だけど、その左上に乗ってる前の、はい、あの、奥まったところの高い位置にメーターがついてたのに比べるとですね。 やっぱり前の方が高そうに見えるっていうのはありましたよ、ね。なるああそれで小金の人は確かにね、新しい方が安全だし、それはいいんですけれども、ただ、あの、割とね、僕みたいに雑魚の高い人間だったりすると、別に前だって前はみ見にくくはなかったんで、そうするとなんかちょっと、そっけない、うん、本当にあっさりした、 感じに新型はなったかなっていう感じですただ僕はね、樹脂の質感は頑張ってるなとは思ったので、うん、そこまでコスト低減は感じないんですけど、うん、まあちょっと複雑な重厚感みたいな,、うん、たいなのは、のは事実かな確かに現行型もあのトレイの部分の、 あのちょっとコルク調になってたりとかカスタムの方だとなんていうの,あのいわゆる黒っぽい石をイメージして、ね、作ったりとしたところとかっていうのはそれは結構ね割とこうすね新しい感じがしていいかなとは思うんですけどいやこの辺って、ね、みんなこうターボかかるんですよね<ー>コスト低減ってことがね僕はそんな言うほどではないと思うけどあと写真で見た時のさイメージとか日本スポークのステアリングホイールとか,かそうングは ちょっとね。<ー>ちょっとこれは苦手な人もいそうだけど。から、ね、あの、も、うん、を実際に見るとですね、そんな悪くはないし、意図は伝わってくるんですよ。あの、あ、こういうふうにしたかったんだなっていうのは。ただ、写真とかさ、カタログとか、もうカタログは今ないけど、ホームページとかで見ると、ちょっと物足りない感じはしたりはしないかな。 でこれに連動するのが、じゃじゃん3つ目、収納。僕は、ね、こっちのが一番不安で、<ー>この助手席前の僕ね、これ、こいまだに愛用して、うん、特にスペーシアがでかくしてるのに対して、うん、これは、これ、これ、置くもの、ろくに置けないですよ、これ。うん、はっきり言って、ティッシュだって落ちたでしょ、落ちたるでしょ、そううううそうそうそうこれはちょっと正直いただ,だからかなりあちこちに、あのー、あったでしょう。 ドアの内側のところと結構細かくいっぱいあって、うん、で原稿型はグローボックスの容量を2倍にしたってね。そういうれもなかったんですよね。確か新型、うん そう、新型の結構ね、ものが見えると、なんていうの、あの、みっともないというか、乱雑な感じがするとかっていうことで、開発者を減らしたとは言うんだけど、でも小沢さん的にはどうです、前のほう全然、全く。おしゃれ需要、全く必要なし。必要なし。で、収納設備はどうですか、前と。だから全然、だめだと思いますよ。やっぱり前の方が使いやすかった。と思います。結構使うもんやっぱり あのね確かに入れっぱなしにするっていうのは事実。グローブ特にね、この運転席前の、ここがね、なかなか開かないです。ここね、入れっぱなしでずっとしちゃってる部分はあるけど、玉の手袋とか、軍手とかをやっぱり入れたりしてますよ。なるほどね。そういう意味で僕はやっぱり。手袋とか入れる感じ。手袋とか入れたりとか、サングラスみたいのを入れたりするあ、サングラスか。ありますね。サングラスはいいかもしれないね。はい。というわけで、4つ目。ただ、これも。 だこれが、実績のスーパーロングスライド。これだから、はい、あのー、あんまり先代型で人気がなかったんで廃止したとかっていうことなんだけど、うん、ただまあ、先代型ではこれ結構苦労して作ってですね、で、長いスライドレールを作るので、プラットフォームを大幅に作り変えたりとかね、かなり頑張ったんですよ、これ。うんうん、で、要は何のためにあるかっていうと、1、2列目の間がこうかなり空いてるので、 運運転席と運転席席とのの後ろがかなり離れるのでスライドもあるから前に移りゃいいだろうっていうのもあるんですけどで助手席をガーッと下げてこうトライアングルみたいな運転席助手席あじゃない運転席後席、助手席っていうこういうふうにしてあの座ると階段を弾むっていうあの設備だったんですよね。で設けたんだけどなんかそれが置けなかったんで廃止されたんですが、まあはい、ただ前にあったものが廃止されるっていうのはやっぱり。 人によっては、これ使ってた人も結構いるだろうし、うあとは、助手席にチャイルドシートを装着したりなんかした場合、これを後ろの側の方に下げておくと、そうするとエアバッグの展開範囲から外れるとかっていうことは。これ絶対言えるんですかただ怖くてやれないですけど。やんないけどね。エバッないですよね、うんここ、だからそういう意味では。そうだけど、うん、まあそれができるんだったらうう、うん。使い勝手としてはあったのかなって、うん、ほら、あの、この車ってかなり、 こうリアシートと親の感覚が離れるからさ、だからできればもうちょっとお,、ねお,ね、お子さんと近くにいたい、ねで。横顔見えた方が子供が安心するとかっていうのあるから、どうなんだろうね。これロングスライドの時にそれはあんまり聞いたりしなかったけど、 これ助手席にチャイルドシートつけて下げるっていう使い方してよかったのかなうんその辺に関してはちょっと確かめきてないけれどもれどただ、それができるとするといいけどいいただ、間違ってその後ろ向きのベビーベッドつけられた日にはやっぱりそういう意味でごご用みたいのがありそうだからなかなかそこは難しいかもしれないですね。ねうん、ただ、あのー、体をすんなり乗り込めたりなんかするっていうのはあっただろうねう助手席の方をちょっと下げておくと。 で、これはまあ。で、正直に、れこれも、これも売れなかったから配信したんだって言われたんですけどこれ,これはけど、あってもいいとは思うけどね。そう、でもね、だからね、ほんだね、ほんだね、これ、あの、原稿型のカスタムに関してもそうなんですけど、ダメなのがね、あの、ターボに、いろんなそういう抱き合わせでくっつけるんですよ。<ー>だから、えー、っとね、今もそうかなえー、っと、右側スライドドアの電動機能とか、それから前はね、まあ、パトロシフトとかそういうのはまあいいとしても、 結構大きな装備をね、あの、つけるの。だから、20万ぐらい高くなっちゃうわけですよ。うん、ほんとさ、お客様さ、金額だけ見えるじゃん。うん、でそうするとさわ、ターボ20万もするんだ。あ<や>じゃあでね、NA、でいいやっていうふうに思うわけですよ。だけど、実際には20、10万円分ぐらいの結構実用的な装備がついたりなんかしてるんで、よくよく計算してみると8万ぐらいであのターボがつくんですけど、 でその辺はね、鈴木に関しては8万ぐらいの、7万いくらかな、上乗せで、本当に賞味価格で、あのパドルシフトと、それからあのターボっていうのを、ね、あのやってるんで、割と人気ありますっていう話は、開発から聞いたかな。ギアの時かなんかは、スペシャルギアかなんかは割とターボが多いんですよとかっていうふうにしてて、で、本当の場合はそんなふうにしてやってるもんだから、割高感が出ちゃって、これで結局廃止しちゃ人気が出なかったそれはうだよね。 こんな高いんだったらさ、溶極装備なんか見,え見ないわけだから、お客、うん、さんは。っていうのがあって、ちょっと残念。もったいないですよ。もったいないですよ。だから。で、車両重量がこんなあの900キロから超えるような車で6 6 7 c c でしょ。という話になると、車重は1.3リッターエンジン積んだコンパクトカーに近いですよ。うん、で、エンジン排気量はほぼ半分なわけだから。だらそりゃパワーがね、辛くなるのは当たり前の話なんで。 でそこでターボを持ってくるとそうするとあの最大トルクは1.6倍から1.7倍で、燃費の悪化率はね、せいぜい8%とかね、そんなもんだから本当はね、軽自動車のボディとターボってすごくあの相性がいいんですよねだけどそれを、まあはい、標準ボディに関してはやめてしまったこれはもったいない、うん、いもったいなっです。 で、低価格レートが用意されず、えー、もっとも安価なモデルでも、だこれも、あの、割と装備がちゃんとしてるんで、計算すればそんなに、あの、割高、まあ、先代型に比べると割高かなっていうわけでもないんだけど、あの、もっとシンプルにしたいっていうね、 小田さんの時は G グレードでしょただこれ、時々褒めることもあるじゃないですか。<laughs> だからこれ、ね、<laughs> 助手席の電動パワースライドが標準だったりとか、全部 LED だったり。そうそうそう。だからそういうところをつけて、うん、必要なものをつけて、だから実はその、釣りとしての安いグレードを設けなかったっていう, <laughs> そう,そうある意味 <laughs> そうそう正解なんだけどね。正解なんだけどね。ただ、あの、その、売れる売れないみたいなところで言ったりすると、うん、そうすると、 もういきなり168万9000円っていうのは。高くなったなぁ感はありますね。高くなったな感はある、はあるよね。確かにね、僕みたいに電動スライドいらないっていう、そういう人、少ないっすよ、相当少ない。だから確かに小田さん言うように、フリーグレードみたいなね、そういう、いやう昔よく言われた客寄せパンダ、<う>的なものも動けなかったからいいんじゃないの、それはっていう見方もあります。 ただこれはちょっとそういう意味では。高い感じは確かにます。もあえてちょっと探して出した、ね、はい。わ、はい、かりました。うん。で、本当は7。はい。上位です。上位。これですよね。お部屋感覚はあるんですけど、ちょっと SUV らしさは気迫だ。 でが感じであとね、もう一つね、この前撮影した時気がついたのが一個あったのは、うん、2>, あの2室にあのやっぱりこういう生地を使ってるわけですよ、うん、それで、あのこう、圧着の製法になってる、うん、質感はいいんだけどね、でもチェック柄でしょ、うん、左右がずれるの結構。どういうこと要するに、あの模様が左右が、そうそうそう、左右のシートで、ね、だから、そうそう、だからこれなんかもよく見るとさ、あの,あの、このね、 縫い目の感覚とか違ってんじゃんああああ。で、これが、これ、この違いが、フロントシートの場合だと、間にほら、あのー、はい、ブラウンの、ね、はい、茶色いもの部分が入ってるから、ずれてるとは思わないけど、はい、これね、2室の方の写真見るとね。位置がずれるんだ。そう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 、<ー>同じ位置にやっといてもね、これがね、ずれるんだよ。それで、あの、上の方は割と合ってんだけど、下に行くとどんな感覚が変わってずれたりなんかしてくるっていうのがあって、 気にしない人は気にしないと思うんだけどあのこういうのと洋服に結構近かったりする、ね、そういう感覚で例えば割とファッションちゃんとしてる人とかがあの見たりなんかするとずれてると,と,てるとでもってあの販売店の展示車とかでは割と合ってるのになんで私の車された車これずれてんだっていうようなのがあるんじゃないかなと思ってちょっとあの本当に聞いてみたら。 多少それはやっぱりありますもんね。そうなんだ。難しいね。さっきほら。俺なんか気にしてないけど。俺なんかも気にしないけど、そういう話が撮影してる時に、俺なんかだから全然気にしなかったんだけどさ。気にするやつがいる。そうそう。でも、これってでもずれてますよねっていうふうに言われてさ、言われてみれそうだよね。まあ、この辺は。これ気にする人は気にする人もいるのか。で、聞いてみたら、やっぱりね、確かに女性で、そう。 あのファッションとかで洋服なんかでもこういう,うそういうののずれのないものをこういうふうに選んでさ、うん、見たりするってあるじゃんもう俺の場合はそういうのやらないんだけどそういうのやってる人もいますよっていう人からすると気になるかもしれないなっていうチェック柄とかっていうのはやっぱり難しいもんだなとその辺も確かにあの欠点の一つ、はい、いいところでもあるけどねチェック柄に祈ったっていうのはだけどあの 欠点になり得るる場合もあからだから小沢さんが言うように人によって違うよっていうのはこれはもうチェックの評価自体がね人によって全然違うの僕が知ってる女子の人は「うん?」って言ってましたけどね「なんで?」っていう人も難しいですよね。可愛いいっていう人もいるとは思いますけど SUV っぽさも確かにないしそう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 そ 今回のまず1ヶ月としては一応発売がね、うん、あの9月の末として10月の販売にはあんまり影響してなかったってことを考えるとこれから真の価値はね11月号を見てみたいところだけれどもそんななに伸びてない可能性あ,です、ね、あのだからあの販売店で何回か,か聞いてみたら納期、うん、ーーを、ね、あの聞くことがあって聞いてみたら、はい、あんまりそんなでもないですよっていうのは。 だ農協もそんなななに長くはいいっていうなるほど、うん、だから要するにこれ,はこれ柄があったりなんかするからあの受注が入ってくるとさあのチェック柄が間に合わないとかっていう話になるのかなとか思って、うん、で聞いてみたらいやそれほどでもないですよ普通に納車できますよなるほどね、うん。そういうのは あったかなそもそも僕あんまり変わり映えしないなと思ってるんですよこの表情外観はねでも、うん、俺は仲は意外にいいと思ったけどねんな,どなんかあそこでこうちょっとくつろぐとリタイアしてさ、はい、俺でもってあの近所の公園かなんかに行ってあそこでこうやってちょっとね本文庫本読んだりなんかしてなるほどで帰ってくるっていう幼さんはお気に入りの一台と、ね、<laughs> 割とそういうふうなのをちょっと想像して。 ほっこりした気分に私はなりかしましたけど、りなりませんか、はい、僕は全く。っていうか、<laughs> うあの、はい、まと、あ、もに乗ってないです、まだ。あ、そっか。はい、乗ってみてください。はい。はい。なわけで。てなわ,、はい、わけで今回は、まあいいや、もういいですね。うん、てなわけで今回は、はい、再検証 NBOX の丸ルトバツジョイは出たけれども、やっぱり買っちゃう理由9つと、あと NG6 つではなくて7つでございましたけれども、 まあ肝はやっぱり上位がねどこまで貢献してるかっていうのがう、ねうん、まあこれからはっきりしますがす、ね、今のところはそんなでもないかもしれません。うん、だから見ていただくのが一番いいと思います、まあ。強いけどやっぱりスペーシアの追い上げがいいそうこの写真だってインパクトないもんな。正直僕はあこの今の写真ねだか,だからショッピングセンターとかそういうとこに置いて室内をいっぱい見ていただいたりなんかするっていうのが。 重要なんじゃないかな。車、はい、の場合。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。